界からやってきたのか不思議。タイムトンネルジョンジョンジョン、現れ消える、あれは全ダマン、正義の守り神、操るメカ全ダライオン、無敵は素敵。ゼンダマン、輝けゼンダマン。金のガチョウだよ、ゼンダマン。いつものことながら、ここはおなじみ無常屋敷。ねえトボッケ、私この頃太ってきたかしら。いいえ、ちっとも太ってなんか、さくらと比べたって。ならいいんだけどさ、気になる年頃だもん私。あ、念のために聞くけどね、さくらって隣のあの娘だろ。いいえ、この場合のさくらってのは府中競馬場のメス馬なの。なんだい、じゃあ私を馬と比較したってわけ。にゃらちゃん、こういう場合は。ああ、今のは嘘、嘘を言って。よこがにゃー。無女様、もんじゃ博士が動き出しましたで。え、なんだって。毎回毎回腹が立つな、にゃらぼるため。覚えてらっしゃい。これが不思議な鳥の羽じゃが、この資料によるとグリムという少年が金色に輝く鳥を手に入れたとは。もしかして命のもとかもしれんもんじゃ。早速調べてみるもんじゃ。はいはい、あら、いっか、なんと粘っこい羽じゃ。くっ、ちょっとバチッ。1785年ドイツのヘッセン地方じゃもんじゃ。じわー、布団屋です。この度わしの羽の布団が新発売。もう空を飛ぶような気分で眠れるのよ。いや、もう布団など頼んで覚えないぞ。わしは忙しいんじゃ。帰った帰った。あの、今買いますとね、この女をサービスしてつけちゃいます。なんだって。そんな豊島女などいらんわ。帰り帰り。まあ、なんてこと。まあ、そうおっしゃらずに寝心地をちょっと試してくれ。まだ寝る時間じゃないもんじゃ。いいから寝ろちゃう。あら、こらなんじゃもんじゃ。はい、鳥文字付きのベッドです。どうぞごゆっくりって。何をするもんじゃ、布団どけてくれ。不眠症でっか、ほな深い眠りは。なんかベタベタして気持ち悪い羽だね。さあお前たち引き上げるんだよ。なんだこれ。今週のメカは、私めが腕によりをかけた自信作、名付けてタマコングよ。へえ、強そうだね。お前天才だよ。寄せ集めでこれだけのもん作るんだから。そうでもあるかな、なんちゃって。1785年ドイツのヘッセンに向かって出発。ガンダゴー。またですか。それにしても卑怯な奴らだ。もう許せないぞ。ゼンダマンに知らせよう。えっ。ほほほほ。1785年ドイツのヘッセンじゃ。頼んだぞ。あ、余ったを余らせないでよ。さあ、今日もまた新型メカの登場だよ。ここで解説しなければならない。ゼンダライオンに続き新しい強力メカが登場していること。それはゼンダゴリラ、ゼンダワン、ゼンダコトラである。それではオイラの新しいゼンダライオン出動の歌をご披露しようね。出発進行。
ら、おいら、ライオンちゃんです。正義の記者です。だから、ゼンダライオンです。力、めちゃくちゃ強いんだ。めちゃくちゃ、めちゃくちゃ。歌も、めっぽううまいんだ。線路がなくても、どこでも行っちゃう。シシポポ、シシポポ、シシポポ。おいら、おいら、ライオンをワンワン。ゼンダライオンです。決戦。てなわけで、ここはドイツのヘッセン地方。二人とも本当に王様の城へ行くのかい？ああ、こんなチャンスは二度とないよ。王様からの触れによると、笑わない王女様を笑わせれば賞金がもらえるというし。でもどうやってそんなことを。俺が一度でもヘマしたことあるかい？俺の知恵で何とかするさ。それより心配なのはグリムさ。そうだね、グリムは人が良すぎて騙されやすいんだよ。旅の途中、兄のお前がしっかりと面倒を見てやらなくちゃね。だけど困ってる人がいたら助けないとね。わかったわかった。お前なんかと議論してたら日が暮れちまう。さあ、王様からたくさんの賞金をもらって貧乏暮らしてもおさらばだ。じゃあ行ってくるよ。待ってよ兄ちゃん。兄ちゃんってば。すまんが、少しでいいから飲み物と食べ物を分けてくれんかの。やだね、なんであんたなんかに分けてやらなくちゃいけないんだ。ほんの少しでいいんだよ。あんたに分けたら俺の分が減る。減ればその分だけエネルギーが出せない。つまりは目的地に着くのが遅れるというわけだ。なるほど、なかなか筋が通って。分かったらさっさと消えちまいな。でもな、世の中には思ってもみないことが起こるんじゃよ。これ言わんこっちゃない。兄ちゃん、なんであんなに急いで行くんだろう。のんびり行っても王様の城には着くのに。そこの人、あ、オイラのことかい。すまんがの、少しでもいいから飲み物と食べ物をくれんかの。お腹が空いてんのかい。いいともあげるよ。ほら、全部あげるよ。いや、こんなにたくさんはいらんよ。あんたの分がなくなるじゃないか。おいら、自分で食べるよりも人が喜んでるのを見る方が楽しいんだもん。だけど、そんなことしてたらお腹が空いて旅ができんじゃろ。ううん、おいら歩くのがのろいんで、あんまり腹が減らないんだ。あんたは本当にいい人だね。お礼にいいことを教えよう。そこの木の下の穴に手を入れてごらん。ここかい？わあ、すごい、金色のガチョウだ。それさえあればあんたはもう大金持ちじゃ。何でも望みのままじゃよ。いや、こんなに珍しいものは独り占めにはできないよ。王様に献上するんだ。いやはや、なんと欲のない子じゃろ。グリム、あ、兄ちゃんの声だ。助けてくれグリム。兄ちゃん、兄ちゃん大丈夫かい。ちょっと手を貸してくれよ。どうしたんだその鳥は。こっち貸してみろよ。ダメだよ。いいから貸してみろよ。ガチョウに手がぴったり張り付いて離れないんだよ。あ、俺もだ。どうしたんだ一体。オイラにもさっぱり。やれやれ、なんて無様な格好なんだ。まあ金のガチョウだわ。綺麗だわね。ねえ、一本でいいからその羽をちょうだい。ダメだダメだ、これは王様にあげるんだから。いいじゃないケチね。兄ちゃん、一本ぐらいあげようよ。バカ、お前はどうしてそう人よしなんだ。ひどいわ、独り占めするなんて。あ、待てよ、ガチョウに触れるな。触れると取れなくなるんだ。待てよ、待てってば。
悪いけど、オイラの力じゃどうにもならないんだ。ちょっと待てよ、このまま行くんだ。俺にいい考えがある。こんな珍行列を見れば王女様だって笑うぞ。ちょいとお待ちよ。よう、色男、真っ昼間からいい度胸じゃない。僕ちゃんにも一人紹介してほしいよ。一人で独占するなんてずるいでまんねえ。私らにもいい思いさせてよ。人類はみんな兄弟よ。もうあんたとは切っても切れない関係よ。あんたグリムちゃんだろ。この羽はそのガチョウのものらしいね。どうしてそれを。よくも取ったな。返してくれ。それは俺たちのいわば命のもとなんだ。命のもと。あら、無助者も助けて。私はところてんと高いところは怖いのよ。シャラッ、役立たずが黙れ。それよりグリムちゃん、いい加減に鳥を離したら。何度も言ってるだろう。オイラの石ではどうにもならないんだよ。話し方を知ってても教えてやるもんか、このコソ泥め。うわー、もうその言葉で堪忍袋がパンクしちゃった。やっておしまいにゃらっちゃん。やるにゃんと。みなさん、なかなか面白いではないか。いや、つまらん、実につまらん芸だ。どうへぶち込め。解説せればなるまい。王女を笑わせた者には望みのものを与えるというお触れにつられ、城には連日芸人が詰めかけていた。ところが王女様はさっぱり笑わなかった。王女が笑ったと、なんとしてからに。他の者、あの空を飛んでいる者をここへ連れてくるのじゃ。あの王女様が笑ったなんて信じられんわい。そっちたちの芸に感謝しておる。望みのものを取らそう。では実は金のガチョウがオイラが初めに見つけたんだ。オイラの望みを最初に叶えてよ。グリム、お前ってやつは。よかろう、何でも言うがよい。はい、では王女様、もっとこっちに来てください。このわがままもも。のう、あなたを笑わせようとしてどれだけの人たちが牢に入れられたか知っていますか。おのれ生意気な王女、なんとばかりが悪行雑言、許さんぞ。牢にぶち込め。待って、その人の言う通りです。私は自分のことばかり考えて人のことなど気にかけませんでした。笑うほど楽しいことがなかったのは私の心が空っぽのせいかも。王女様、ありがとうグリム、目が覚めました。そんな。あ、離れたぞ。なんだかよくわかんないけど変なムードになってきたね。トモドン、こうなったら力ずくでもガチョウをこっちのものにするんだ。それ。どんどんゴー。何をするんだ。はあ、ガチョウこっちよこすのよ。何をするんだ。うるさいマヌ。当たった。おお、誰だ。ご存知、善意の塊ゼンダマン。ゼンダマン1号。同じく2号。もう毎回毎回、もうちょっとのとこでよく出てくるよ、腹立つね。よし、こっちも行くよ。天が呼んだか血が招いたか、悪の塊悪玉シュワーッチ。グリム女様、また少し太ったみたいね。ラーメンライスの食いすぎだろ。それとも水ぶくれかしら。もう可愛い顔してなんてこと。こうならメカで勝負だ。行くよーい。はいはいはい。アマッタン、頼むぞ。任せてこったん。ゼンダライオンリングだこったん。任せておけ。
スタジアムに13万の観衆が今善玉チームと悪玉チームの一戦を今か今かと興奮して待ちかねております。この熱戦の模様は私飛山武雄アナウンサー、そして解説にドンの十郎氏でお送りいたします。いよいよリングアナ富見山氏によって両者が紹介されます。ただいまより60分一本勝負反則ありのプロレスを行います。赤コーナー3600パウンドビッグアップ悪田事務所属タマコング、青コーナー2600パウンド A カップ善田事務所属善田ゴリラ、あら善田ゴリラ、そしてレフリーどっちでもいいぞ、どっちでもいいぞ。あいた、ちょっと待てゴリラ、まだ戦いの踊り踊ってないゴリラ。アリーララリララリラゴリラ、アリーララリララ、うん、品のない踊り、力なくばいゴリラ、サイクゴリラ。いよいよ白熱戦が展開されます。あ、悪魔メカ突進打ちかまし、わぁ近くから押さえつけました。凄まじいゴリラ、ちぎり技が出ました。今のところ全体ゴリラ優勢です。悪玉メカ手が出ません。いやいや、まだまだです。ゴリラの弱点をついていけば勝てるがな。とぼけとぼけ、次の作戦開始。わー、よーし、今週の悩ましポーズやれ。聞いた春の目覚め。解説しよう。強い刺激や興奮を与えられるとコンピューターの許容量を超える電流が流れ、ショートして燃料系統のマシンが狂い、必要以上のエネルギーが消耗してしまうのである。うん、ブワーン、ゴリラの弱点を知られてしまったわ。ゼンダワン出動だ。待ってたワン、行くぞ、エネルギーだワン、愛の鞭だ。来た野生の目覚め。出ました、世界の悪魔アクダブラッシー。しかしなんという面構え。これはすごい、ぐんぐん上昇してます。あ、止まりました。あ、なんでしょう、あの武器は。あ、危ない。出ました、変身串刺し。ゼンダコドラ、鉄の玉だぞ。ゴリラ地獄続き。わしは間違っていた、お前の優しい真心に打たれた。王様、王女様と仲良くなるのがグリムの幸せにつながっていたのね。お前のように心の美しい若者は初めて見た。わしから頼む、王女と友達になってくれんか。そして親子ともどもこの城に住んでくれ。え、本当ですか。私からもお願いします。グリム、今まで俺はお前のことをバカにしていた。だけど今度のことで分かったよ。グリム、お前は俺なんかより何倍も素晴らしいやつだよ。兄ちゃん、は？金のガチョウが。きっとグリムが幸せだったから役目が終わったのね。ああ、命のもとというより幸せのもとみたいだったね。それもグリムの人を思う優しい心があったからこそね。これより本日の裁判を始める。
まずそれぞれの言い分を述べよと言いたいが、どうせ罪のなすりっこをすることだろうから、やめてガムテープの刑を何もしなかったとぼっけいとどんじゅうろうに処す。クソニャラバルタ、いつか猫酒にしてやるからな。覚えてろ、三味線の代わりしてやるからな。さてさて、命のもと、次の手がかりは1640年のフランス、剣客であり詩人でもあるシラン・ベルジュラックが代筆した恋文をめぐって人騒ぎ。鼻息で敵を吹き飛ばしてしまうシラン、命のもとは知らんのかね。次回ゼンダマン、花のベルジュラック、ゼンダマンをお楽しみに。命のもと、未来へ過去へ、ゼンダマンやっつけて、ほいさっさとシャレコベ。悪いことするたびに人気が出ちゃう、そこが狙いの悪玉。お色気の天才のババケ、力のドニジュー、世界中をもらっちゃうのが夢なのよ。これまた悪玉。